浮き船は、源氏物語54条の牧名の一つ。第51条。第3部の一部、宇治十条の第7条にあたる。源氏物語に登場する架空の人物。第3部、宇治十条後半の最重要人物の一人。牧名は、カオルの飛護を受けていた女が二大宮に連れ出されて、宇治川対岸の隠れ家へ向かう途中に読んだ和歌。 立花の小島の色は変わらじをこの浮き船ぞ行え知られぬにちなむ。京都大学造本、大阪市立大学造本、天理大学天理図書館造本など、公害書、現氏小教の中に本館に、寒城しろの異名を挙げているものがある。現氏物語素秒部、浮き船二27歳の春の話。薫は浮き船を、宇治の山荘に放置したまま、訪れるのも魔道であった。 一方、二オ宮は二条院で見かけた女のことが忘れられない。正月、中の君の元に届いた文を見て、女の居所を知った二オ宮は、カオルの屋敷の事情に通じている家臣に探らせ、女がカオルの囲い人として、宇治に住んでいることを知る。二オ宮はある夜、密かに、宇治を訪れ、カオルを装って神女に忍び入り、浮船と強引にちぎりを結んでしまう。 人違いに気づくもとすでに遅く、浮船は重大な過失におののくが、淡白な薫と異なって、情熱的に愛情を表現するにおおみやへと、次第に心惹かれていくのだった。2月、ようやく、宇治を訪れた薫は、浮船の思い悩む様を女として成長したものと、誤解して喜び、家へ迎える約束をする。宮中の支援の夜、 浮舟を思って、古河を口ずさむカオルの様子に焦りを覚えたニオ宮ミヤは、雪を犯して再び宇治に赴き、浮舟を宇治川対岸の隠れ家へ連れ出し、そこで二日間を過ごした。カオルは浮舟を刑に迎える準備を進めていた。ニオ宮ミヤはその前に浮舟を引き取ろうという。何も知らずに、状況の準備を手伝う、母中将の君に苦悩を打ち明けることもできず、浮舟は、 宇治川の流れを耳にしながらものを思う。ある日、宇治でカオルとに大宮両者の死者が鉢合わせしたことから、この秘密はカオルに知られ、カオルからは心変わりをなじる内容の文が届いた。カオルに秘密を知られてしまい、ショックを受ける浮き船。やむなく、宛先が違っているということにして、文を送り返した。宇治の屋敷はカオルによって、警戒体制が敷かれ、 二王宮は焦りを募らせる。カオルに、恨みの歌を送られ、二王宮との板挟みになって身体極まった浮舟は、ついに死を決意する。死を間近に、カオルや二王宮母や仲の君を恋しく思いながら、浮舟は、二王宮と母に飲み、最後の文を書きしたためた。光源氏の弟である宇治八の宮の三女、宇治の浮君仲の君のいぼいとで、 特に大きめによく似る。母はかつて八宮に仕えていた女房、中条の君で、このため父八宮から娘と認知されなかった。宇治十条後半の宿り木から夢浮橋の六条にかけて中心人物として登場し、この部分を浮船物語と呼ぶことがある。母中条の君の再婚に従い東国へ下り、受領階級の日立の助のママ娘として育つ。 日立之の助からはうとんじられるが、中条の君は、数多いこの中でも美しく高貴な血筋の浮船を大切にし、良縁を願って大切に貸しづき育てた。二十歳を過ぎた頃に、中流貴族の左近の少将との縁談が出たが、少将にとっては裕福な日立之の助と近づくための政略結婚であり、浮船が日立之の助のまま娘と知った少将は、 じ、娘のイボ妹に乗り換えてしまう。破断で家に、身の置き場のなくなった浮舟は、今は、二大宮の北の方となった、イボ姉の中の君に預けられ、中の君の勧めにより、今も亡き大きキの面影をうカオルの愛人となった。浮舟は、カオルの手で、宇治に囲われるが、彼の留守に忍んできた二大宮とも関係を持ってしまい、対極的な二人の基人に愛される板挟みに苦しむ。 やがてことが露見し、追い詰められた浮舟は自ら死を決意したが果たせず、山で行き倒れているところを横側の想ズに救われる。その後想ズの手により出家を果たし、カオルに消息をつかまれ自らの元に戻るよう、進められても終始拒み続けた。浮舟を再発見したカオルを拒絶して、現氏物語は余韻の尽きない幕切れを迎える。浮舟に話しかけるとき、 カオルモニオミヤも引き歌をしない。これは、東国育ちの受領の子で音楽のたしなみもない、浮船が、二人から宮廷的な教養と趣味を身に、つけていない田舎者として見下され、軽んじられていたことの傍傷であるとの見方がある。ただし浮船自身が読んだ和歌は多く、源氏物語の中での栄華の数を人物別に分けて、多いものから順に並べると、浮船は以下のように、 女性登場人物の中では、最も多い。浮船26種紫の上23種赤子の味方22種、玉かずら20種宇治の中の君19種宇治の大きみ13種、富士壺12種六条宮洲所11種落葉の宮10種、おぼろ月夜9種泣き姉大きの身代わりの人形にしばしば例えられる。流される人物である一方、自殺の決意は、 彼女の自我の芽生えとも取れる。浮船は直接には以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。浮船という呼び名上記に見られるように、源氏物語の本文中ではこの人物は、姫、娘、女などと様々に呼ばれるが固有の名称は存在せず、この人物を浮船と呼ぶことはない。この人物を浮船と呼ぶことは、うつせみ、優雅を、 末爪花、花散る里、玉かずら、巻き柱等と同様に、その巻きにおける描写が印象的な人物に巻き名を冠して呼ぶ事例の一つであると言えるが、この浮き船の場合やや特殊な事情が存在する。この人物を浮き船と呼ぶことについて確認できる最も早い時期に成立したと考えられる文献は、この人物を宇治の大将の大きい船の女君と呼んでいる。 菅原高末城の作とされる、しな日記である。鎌倉時代初期に成立したとみられる、無名蔵史ではこの人物を、手習いの君と呼んでおり、古経図では最も古くに成立したとみられる九条家本から、時代的に新しい天文本に至るまで、手習いの君と表記されている、秋花大本などわずかな例外を除いて、ほぼ一貫して、手習い三君と表記されている。 古中尺書ではこの人物を手習いの君と呼ぶことが多く、浮船と呼ぶ他に、浮船以外のこの人物が主要な人物として、登場する薪の薪名を冠して、手習いの君、東屋の君などと呼ばれることもある。スミレグサではこれらについて、一般的でなくわかりにくいとして、現在一般的になった浮船という呼称に改めている。ありがとうございます。